掘削調査をしていた三井石油開発によると蘭越町の掘削現場内の水からは昨日これまでの最大値となる1リットル当たり27ミリグラム飲料水基準値の2700倍の高濃度のヒ素が検出されたことが分かりましたまた現場付近では南北およそ500メートル東西およそ150メートルの範囲で森林が茶色や白色に変色していることを明らかにしました 会社側は、変色の原因などは分かっていないとして、専門家と対応を協議するとしています。この問題ではこれまでに15人が体調不良を訴えていて、会社側は明日国や道など関係機関との連絡会議を開く予定です。